蚕食堂へようこそ。えー、っと、今日は、もうね、雇が成虫になってから、もう残りの命が少なくなってきましたので、解を近くでめでるっていう回にしたいと思います。これは今、鉛筆ての上に、メスが一頭、 まあ私が乗せた形になっています。なんか、おしゃれじゃないこう、置物みたいで可愛いなと思ってるんですけど、それでは早速近づいて見てみましょう。このメスはね、立派ですよ。大きくてね。では関係のない土台からよく見て、下へ上がっていきましょうか。あ、上へ上がっていきましょうか。何言ってんのや。はい。 私の声に反応しますね。はい。息も吹きかけたりすると反応するんですけれども。はい。こんなお姿でございます。ぷくぷくしてるでしょうこの子は。羽も綺麗ですね。触覚がピク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 していますね。この距離からちょっと息,息を吹きかけてみましょうか。 びっくりしたね。よくね、息を吹きかけると、この頭の先にピゴンピゴンってついてる触覚が乱れるのか、それを嫌ってね、よくあの、毛並みを整える姿がまた可愛いなと思っているところです。じゃあちょっとくるっと回って、お顔を見せてくれるかな何やってんのあんたこれ。 触覚整えてたもしかして。ほいこれ、羽をフルフルさせていますね、これ。今分かりますかねメスはこんな感じぐらいにフルフルと羽をよくさせています。時々ね、夫、夫じゃない、オスはもっと激しくやります。これね、 オスがやるのは意味がわかりました。自分の周りで風を起こしてメスの出すフェロモンを感知するためにやっているそうですよ。メスはもしかしたら自分のフェロモンを送るためにやってるのかもしれないね。でもこの子はもうね、交尾をして産卵を終えたので、フェロモン玉は出しませんが、こんなこともやるんですね。はい、お顔を。 拝見。恥ずかしいの恥ずかしいのかな乙女だねはい。おー、くりくりの目がたまんないっすね。この綺麗な羽クくりくりの複眼。こんな顔に生まれたかったよ、私も。 ちょっと、毛むくじゃらでね、これが小動物のように、かわいいです。もふもふです。あのー、背中をね、まあ背中ももふもふなんで、撫でたりしてもね、そんなに嫌がらなかったんですよね。でも、撮影しながら難しいもんやな。あ、めっちゃ嫌がるよね。そらそうよね。 ちょっとね、背中をそーっともふもふすぐらいは、結構ね、みんな動かなかったんやけど、今は私が荒くさ触ってるので嫌がるよね、そりゃ。だって見えへんのやもん、<laughs> カメラ持って。は、は、ほらほら。そんなに嫌がらないね。<laughs> 背中は 私の手が大きいからな。ちょっと撫でるぐらいね。はっやっぱ嫌よね。でもね、そーっと触ると、結構、うーんって感じでいてくれるのね。かわいいっすね。はい、すいません。 上から見てみよう。こんな感じ。あの昔の映画の評論家の淀川さんみたいに眉毛がピクピクしています。さよなら。さよなら。さよなら。って感じですね。このカイコの青虫たちってね、ハイタッチしてくれるんですよ。ちょっとやってみましょうか。 はいはいお手お手はいお手元気かえよう Hey brother How's it going ちょっと待って いいアングルやんけ。はい、もう一回チャレンジ。Hi, how are you doing? あ、かなり今日は嫌われてますね。あ、手にハイタッチしてくれましたが。 ヘイ、ブラダー。はい。友好の証。かなり無理やりでしたけど、あ、羽をバタバタさせています。よっぽど嫌がってるのかな、これって。はい。じゃあ、そろそろ、この目でタイム。回顧の目でタイム。終わりたいと思います。しばらく、もうちょっとの命やと思うけれども、また、 遊んでね。それでは皆さん今日もご覧いただきありがとうございました。また解雇日記をお届けできる日を楽しみにしております。それではバイバイ。